何について質問しようか。宇宙ステーションで目覚めた時、俺はカフカのことを覚えていた。でもそれ以外の記憶は曖昧だった。俺自身について質問するべきだろうか。遺伝子の面から言えば、君は私の子供よ。君の体を構築するデータの4分の1は私から来ているの。それに銀狼、ジンちゃん、それにサムは子守には向いてなかった。だから君を教え導く役割が私に回ってきたの。でも散々な目にあったから、チャンスが巡ってきた時にすぐに君のことを列車に押し付けたのよ。何を言っててもちゃんと考えがあるように聞こえる。本当なのか嘘なのかわからない。君の表情から読み取れるわ。その質問はダメよ。本当か嘘かを教えることはできない。思う存分推測をして、答えを胸に抱いて次の質問を選ぶ。これこそが嘘か誠かゲームの楽しいところよ。君の次の質問が面白いことを期待しているわ。二つ目の質問よ。君はまた私に会いたいと思う？会いたいかどうか、どういう質問なんだ。彼女が一番答えを分かっているはずだろう。答えは当然。会いたい。だから俺の答えは、